こんにちは、ダイセルの平井です。大坪です。早速ですが、これはダイセルで作っているインクです。今日はこれを使います。何をするか分かりますか？何をするんですか？今日はこれで太陽電池を作ります。このインクは太陽電池になるんですか？はい、このインクは電池のエネルギーの元になります。このインクは乾燥が早くて電池を作るのがとても簡単なのが売りなんです。それではやることを簡単に言うと、まず乾く、次に乾かす、一晩液につけて寝かせる、最後にくっつけるです。それだけなんですか？そうなんです。ここに昨日準備したものがあるので、これを使っていきましょう。これですね。それです。ダイセルの太陽電池インクを使ってなるべく塗りつぶすように絵を描きます。続いて乾燥させます。色素の溶液に一晩つけ組み立てすると完成です。はい、では実際に扇風機を動かしてみましょう。扇風機に太陽電池をつなぎます。はい、じゃあ今からつなぎます。はい、今動いたよね。回りました。太陽電池を作りました。大成功です。やった。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。